さあ、始まりました。森哲チャンネル。さあ、今回お久しぶりでございます。まゆです。よろしくお願いします。はい、やってきてもらいまして。いや、もう最近ですね、やっぱ熟語が覚えられないよっていう声が、とても多くてですね、ちょっと熟語の覚え方を助けてもらおうかなと思ったんですけど、はい、あら、こんなところ。こんなところにすごい真新しい。何ですかこれは。最近ですね、出版した本なんですけど、パパッと頭に入る英語の動詞図鑑ということで書かせていただきました。はい、これデビュー作ですか。デビュー作です。はい、これどんな本なんですか。とこれは動詞にフォーカスを置いてて、はい、結構ネットとかで、一番使われてる動詞、上からこう見ていった時に、その中でも特に本当に使うなって自分が、思っているやつとか、あとは覚えにくいやつとかをピックアップして、で熟語多いやつとかをピックアップして使うやつが入ってる動詞になってると思います。イメージで私覚えることが多いので、それをやりたいなと思って、全ての表現にこうイラストがついてるような形になってます。なるほど。じゃあちょっと紹介してもらおうかな。ありがとうございます。まあ、やっぱ熟語って結構言われるのとして、はい、まあ、文章で覚えようとか文で覚えようとかね、言われるのと、あとはちゃんとイメージ、その単語とか前置詞とか副詞のイメージをちゃんと持って覚えようみたいなのがあるんですけど、これは絵を。そうですね、絵で覚えて、なんか私が覚えるときに、なんかもうすごく似たようなのいっぱいあるじゃないですか。例えばなんかメイクだったら、from と of と into とみたいな、全部似たような意味じゃないですか。それを私が覚えるときは動作で覚えるようにしてて、例えばメイクイントゥとかだったら、リサイクルで形変える系とかが多いんで、リサイクルっぽいとか、リユーズっぽい絵を私の中で思い浮かべるとか、Make A into B だったら、We are making our spare bedroom into a nursery っていう感じで、お客さん用の寝室を子供部屋にするとか、なんか違う形で利用するみたいななってるんですけど、まあ、絵はズボンをカバンにする、ジーパンをカバンにするみたいな感じで、覚えやすい方で覚えていただければなと思うんですけど、そうですね、into 変化の into とかよく覚えて、change とかね、change into B、turn A into B とか、確かに他のやつも一緒に覚えられますね。例えばメイクアップ、仲直りするとかだったら、本当に握手して仲直りしてる様子とかを私はこうパッと浮かべるようにしてます。なるほど。メイクアウトも載ってますね。あ、そうこれね、いい、受験だとメイクアウトいっぱい出るんですけど、みんな理解するなんですよ、出てくるの。でも日常はだってメイクアウトって言ったらこっちじゃないですか。そうですね、あのこれ迷ったんですよ、役、ディープキスするイチャつくって書いてあって受験英語とかの本ってもうすでに森内さんとかも出されてるじゃないですか。なんでなんかもう叶わないというか、でもっとなんか留学した時に、なんか英語めっちゃ準1ぐらい取っていったはずなのに伝わらないみたいな、何言ってか分かんないっていうやつを載せてる感じです。なるほど、はい、圧倒的にこっちですからね、日常。メイクアウト日常は圧倒的にこっちですよ。そうですよね、なんか友達とかが、Did you guys make out? みたいな、なんか感じで聞いたりとか全然して、ん?みたいな、最初は、ん?メイクアウト?そうそうそう、そうなりますよね。なりますよね。あ、これカップルですね。No one likes couples that make out on the train. そう、ちょっとユニークな文章になってるかなと思います、ネイティブが書いてるので、それもそのまま覚えてもいいと思います。あ、でっち上げるとかもな、心が。あ、そうですね、メイクアップね、はいはい、メイクアップでっち上げるは、仮病とか使う時とかに、なんか嘘したりとか、寝坊したのに、I've been really sick って言ったりとかする時とかに使えるよっていう感じで書いてますね。Call in sick っていうか、もうこのね、そうですね、あ、Call in sick も、あの、Call のページにあります。載ってる、すごいよく使う表現ですね。はい、確かに休みたい時、こっちのメイクアップとかは学校とかでも使えるし、何パーセントを占めるって、ね、そうですね、はい、アカウント4とかどうか。あ、そうです、だけですね。確かに、はい、編みかけからは、イディオムっていう感じ、あ、セットフレーズ的な感じで使うやつですね。まあ、メイクベッディオね、はいはいはい、使い、めっちゃ使いますよね。こういうのがもう本当ですね、全部絵が、あ、メイクアップムービーも、そう、恋愛系結構恋愛系結構載ってますね。入ってます、あの、学校では教えてくれないけど、めっちゃ使うみたいな、これ絵は誰が描いたんですか。あ、なんかいいねさんっていうイラストレーターさん、なんかいいねさん、はい、なんかいいねさんっていう、すごい名前、かわいい感じで、はいはい、これが私なんですけど、はいはい、あ、で、これ、そうだったんですよ、これが私、前さんで、はい、フォレスト、一緒に描いてるアメリカ人がこっちなんですよ。あ、なるほど、メイクアウトしてあ、でもさすがにメイクアウトうちらで使うことできないから、あ、なるほど、全然違う人を使って、さすがになるほど、はい、この陶芸とかは、はいはい、フォレスト使ったりとかしてるんですけど、さすがになんかね、こういうメイクアウトムーブとかも全然違う人たち。なるほど、すごい考えて、そこまでちゃんと考えて作ってやったんですね。そうなんです。あ、これ出ますよ、入試、メイクトゥウェイズは。あ、入試でもこんなの出るんですね
あの、まあ、いわゆるメイクとドゥがほら動詞が2つ並んでるじゃないですか、はいはい、引っ掛けたいんだ。そうです、そういうのは選ばないんで、こう並べ替えとかメイク目的語ドゥにしちゃう痛があるんで、みんなだから解けないっていうので出ますね、これ。なるほど。メイタベットめっちゃ使いましたね。わかります。日本でやらない、やらないですよね。やらないからね。留学中に Did you make your bed? メイク、いや作られてるじゃんみたいなもうすでにあるのに何と思って、それをやんなきゃダメなんだよってすごいルームメイトに言われました。あ、ルームメイトに、はい、まあ、僕自身は単なるマットレスの、はい、寝てたんで、でもまあルームメイトベッドで寝てたんで、俺敷布団だけをいつもだからこう畳んでた。ああ、畳んでるじゃない。そしたら「はあ?」みたいに言われて「こうやってやるんだ」みたいな感じで見せられました。ああ、自分のを見せてくれたんですね。こうやってやるんだぞって言われて。むっちゃ枕多いですよね枕何に使うのっていう。なんかね、日本人の感覚だとね、敷布団こうやってやって湿気をこう出すんだみたいな、そういう言いますよね、はい。他にもおすすめのやつ、例えばセットとかって、はい、あの一番多いみたいな、でも、うん、負けたんですよね最近。辞書の数でですか。はい、私が学生の時はずっとセットが一番みたいな、ああの辞書での意味が一番多いって言ってたんですけど、で430もあるらしい。でもそう、はい、そうなんですよ。でもなんか最近はランとかも増えてきてるみたいな。650 もう無理ですよね650の欄の意味、あるみたいですね。恐ろしい。欄走るだけのイメージですけど、経営するとかもよく使いますね。そうですね。しかも使い方違いますし、いろんなのは We are running late とかね、そんなのも全然チームありますからね、意味ね、はい、なるほど。あー、出ますよこのセレンとかセロフね、はい、今年の早稲田の人科出てます ね、 これね。おー、はい、すごいよく覚えてますあー、セランエクザンポーはこれは習わないでしょうね。習わないですね、はい、全然。前例を作るっていう、これはちゃんと片付けてるってことですか。そうです、こうやってやるんだよって示してあげてるお父さん。なるほど、なるほど。このね、はい、アラーム鳴っちゃうやつね、あるある。そうです、かわいい絵で作ってもらいました。ペイオフ、これ、よく出題されます。ペイオフ、努力が報われる、はい、報われる。一昨日も教えました。はい、これ分かんないですよ、だって支払うっていう意味で思ってるから、ね、ペイオフって言われてもなんか借金完済するとかはなんかまあ分かるんですけど、努力報われるって、やってたことがね報われるっていうのは、う、一生懸命やってこれ卒業したってことですか。あ、そうです、はい、こんな感じで、そうなんです、細かい絵がすごい可愛いので、はいはいはい、あ、Pay for it は肺がんになっちゃうとか、あの、スモーク、スモーカーが肺がんになっちゃうとかですね。おー、あー、そうですね、 Don't leave the sink running って言ってね、これ浮かばないでしょうね、そうなんですよ、水が、まあ、ランはこう流れるっていうイメージで持っておくといいんですけど、そう、シンクが流れるわけじゃないんでね、うん、シンクが走ってるわけじゃないんで、そうそうなんで、こう水が流れっぱなしであるっていうのが分かるかどうかっていうのは、これとかも言いますよね、私も結構、洗い物してるときに流しっぱとかしてると、Don't leave the water running とか言われますね。なるほど、こういうふうにいろんな表現を、はい、これも作るのどれぐらいかかったんですか。1年ぐらいかかりました。1年、はい、1年かけて作った、じゃあ、はい、皆さんの傑作、はい、これをじゃあ100名にプレゼント。あ、なるほどちょっとあの角川さんに確認させていただいてぜひ買ってください皆さん。はい、ぜひそのまま文章を覚えてもいいと思いますし、はい、おすすめしてるのはご自身で、はい、例えばペイオフだったら自分でペイオフしたことを考えて言うようにしてみたら、うん、自分の文章になるので覚えられるかなと思います。書きにも話すのにも、はい、いいってことですね、はい、確かに熟語わかんないとね、テレビでも映画でも見てたらわかんないですからね。わかんないですね。日本語訳やってもあれみたいな、ペイって支払うのにどこにもないとかあるんで、知ってないと本当難しいですね。お買い求めください、はいはい、よろしくお願いします、はい、日本の動詞図鑑はい、まゆさんのチャンネルも貼ってありますんで、はいはい、そちらもぜひとも見ていただければと思いますんで、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すごい早い、はい、早いパパッと本当パパッとパパッと終わるチャンネルです